キフロタル田中丸11です。イエイ、よしおめでとう。ありがとう。今はどこですか、今はどこですか。今は松本山雅 FC です。よしよし、しもちゃん見てる。おい、やんこの言い方、しもさんやろ、しもさんやろ。ということで、来てもらいました。キョキョハロー YouTuber ニーガです。想像妊娠ちょっとほんまやめて、めがいやて。みんなそういうの真似するねん。いいじゃないですか。別にエロいワードじゃないよ。エロいワードじゃ、いやと思ってることがおかしいですよ。あちゃあちゃ、あちゃ出ました、あちゃ。達也中達也です。辻本亮です。何するんですか今日は。今日は、はい、ラップで合わせてワンツースリー行きたいと思います。違う違うんですか。違います。何するんですか。今日は PK 対決なんですけど、なんですけどプロは2倍の距離でも一般人に相手やったら勝てるんじゃないかっていう検証です。らら距離ですか。距離です。どうやら俺らが一般人やと思われてるみたいですよ。困ります。シャッお行くとき愛します。行くとき愛します。やべえ。普通の話じゃない。行けですよ。うわー、セリーガーやん。これで入れたら別にチャラ。そうですね、チャラチャラチャラ。それでは決めろよ。ごめんね、先輩に花を持たせるつもりはねえぞ。どけて。いやー、よいしょー、よいしょえぐすぎるわ、それは。ええじゃん。えぐすぎる。今のあれなんで、キック力ちょっと強すぎたんで、キック力ちょっと多分弱いなと思ってるか。達也さん。ああ弱いと思われてるな。遅いからな。多分けど質はあるんで、それを反射神経で飛んで止めたろうと思ってます。モモ。モモ。弱い。パン。ビルトン。危ねえ止めるんやろ。思った通りのやられてるやん。質で次は。次のキックお願いします。もう一回ちょっとキック力で多分来ると思うんで。あ、どっちもけど強いんか。で右利きと左利きとも鳴らすよ。じゃあ亮君行きますか。亮君で。よし。左利きなんで。わかる。あ、ほんまや。なんか感覚はわかります。バルコンずっと当ててるっすね。バルコンほんまや。でも大丈夫、左利きなんで止めたらいい。これ止めます。あ、そっちまず止めます。止められへんと思う。大丈夫、止めてこい、止めてこい、大丈夫、行きます。任そうぜ。行きます。左うわぁ、よっしゃ、ナイス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 、ロー君勝つぞ。決めた、勝ち。よし、じゃあ行きましょう、やりましょう。ボール、はい、ということで、はい、3人目やっていきたいと思います。はい、ってやめてください。いいじゃない、いいじゃない、待って、ちょっとやめて、お願い。構成死んじゃう、俺。ピッ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、今日はみんな変えてない。すげえ、みんな PK うまっ。よし、 よし、 なんでそんなうまいの。バルコ、でもここでマキを決めて止めれば最後サドンデスに持っていけるんで。あ、なるほど。外して終わりですよ。めちゃめちゃプレッシャー与えてくれ。1個下にすっごい圧力に来られてますよ。で、しかも時間早く負けとか言われるし。いきます。
うわうわうわ横に動くから向かい手えぐない横に動くからよし待ってよどうやろ、わからん性格はそういう感じ迷ってる、迷ってるわああ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 あクラクラしたなんでこれいきますね、はい、すごいすごいすごいあ、勝ちちゃんあ、5までやろ、5までやろ5、5まで梅ちゃん大丈夫です。梅ちゃん。はい。一番良かったでしょ。手袋つけてるだけで一番良かった。ちょっと待って、これ負けたらあかんて。負けたらあかんですよ。プロの実力をしっかり見せてくださいよ。ほう。じゃあ行きますよ。お願いします。行きます。あ、バレた。ハンター終わり。行きます。梅止めろ。よし。試合終了やん、飛んでキーパーとかじゃなくて、もう終わりっすバルちゃん、え、ちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待ってキーパーやるつもりでおったらイメージしてたのにキーパーのイメージしてた何やっても入ると思ってたまた痛いみたいに言うてるやん一発ギャグ一発ギャグですえ何一発ギャグですかいや、パウル君の一発ギャグって見たことないよなあ、シンプルなのないですねうん、そういえばいきますね、じゃあ記事もできるんで腹がったか腹がった僕ね、大阪桐蔭なんでここでよく試合してたんですけど大阪桐蔭って水道水入れるんですよボトルにね、飲む水ねはいいつもね、ボトルの水飲んでたんですけどいつも僕、ここの水道水合わんのかないつも下痢になっちゃってめちゃめちゃ出てくるんですよ、いつもだから、その時のおまじないトープなこれじゃ軍手つけてたちょそうっす、ね、パワーで下痢になりませんように下痢になりませんように下痢になりませんようにあのね僕ねトークでトークでまたトークで僕あれなんですよね好きな食べ物3つあってあ3つ3つ3つ1つ目1つ目、カレーライス。カレーライス。2つ目、焼肉かな好きなのね。焼肉。3つ目は、ちょっと個性的になっちゃうかもしれないですけど。ほう。エビフライとアジフライとイカフライです。エビフライ!アジフライ!イカフライ!エビフライの尻尾になってます。僕ら乗ってましょう。はい。